Sam, Sam. 誰もが幸せになる車、最初はそんな車なんかできっこないよ、そう言われてました。でもマツダはそんな車をですね、どうしても作りたかったんです。本当に走ることが楽しくなる車、見る人も乗る人も、そして心を解放する車、生き生きとした時間をくれる、人生のかけがえのないパートナーとしての車。でもそこにはですね、たくさんの壁がありました。そんな車を広島から作りたい、誰にも負けない情熱と私たちの独創性の全てをかけて、この思いでマツダ作ることを諦めませんでした。毎日毎日たくさんの人が力を合わせて限界まで作り続けました。そしてロードスターは誕生しました。情熱を持って作ったものは人々の心にですね、伝わります。ロードスターはたくさんの人たちに愛され始めました。だからこそ私たちマツダは止まるわけにはいかなかったんです。単なるものとしての車ではなく、車と過ごす充実した時間を作り続けたい、人生をこの車と一緒に純粋に楽しむ、この喜びを世界中の多くの人々に届けたいと思いました。変わらない情熱で私たちはずっとロードスターを作り続けてきました。そしてこれからも私たちの情熱は続いていきます。次の25年、その先へつないでいくために。